オールステート1952年式、オールステートは、米国の自動車ブランド。大手流通企業で、オールステート自動車保険も扱うシアーズローバックが1952年式モデル、1953年式モデルを販売した。短期間の販売のため車種は、シリーズ4とシリーズ6の2モデルのみであった。オールステートは1931年に、 シアーズの保険業部門として発足、愛前後して自動車用補修部品の販売に際してもブランドとして用いられていた。オールステートの自動車はアメリカの自動車業界でも後発参入組であったカイザーモーターズコーポレーションの製品が OEM 供給されたもので、カイザーのコンパクト車ヘンリー J がベース車であった。ベースのヘンリー J 同様に ファストバックの2ドアセダンという単一、ボディスタイルのみで提供され、シリーズ4とシリーズ6の2種のラインがあった。1952年モデルでは、シリーズ4は111型スタンダードと113型デラックスおよび簡素な110型ベーシックのグレード。シリーズ6はベーシックと豪華仕様で、早い115型デラックスで、スタンダードは提供されていない。 1952年式モデルと比べて1953年式には外観の変更はなかったが、同仕様型で車重が145ポンド増していた。オールステート、ベーシックモデルはなくなり、価格はかなり上げられた。エントリーレベルのシリーズ4スタンダードには10型は1528ベードル、デラックス213型は1589ベードルで販売された。シリーズ6は、 デラックス215モデルのみで1785ベードルだったが、これが一番人気だった。シリーズ4は134.2シドエル型サイドバルブ、4気筒 68HP エンジン。シリーズ6は161シット型サイドバルブ6、気筒 80HP エンジン。共に、ウィリス製である。3速。 マニュアルトランスミッションが標準で、オーバードライブ機構はオプションで104ベイドルだった。オールステートはヘンリー J そのものであるが、異なる点もあった。ボンネットとリアデッキにオールステートのネームプレートを加え、内装はより豪華にされており、サラン繊維や一部レザー、ビニールなどが使われている。その他、車内外の衣装に変更が加えられており、ハブキャップ及びホイールカバー、 ホーンスイッチ、軽気類の装着部分、ロック付けのグローブボックス、トランクリッド、エンジンは特別な青色であった。アームレストとサンバイザー、ドアロックおよびキー、パーキングランプおよびテールランプも専用の特別仕様である。そして最も目立つ部分、フロントグリルが日本線のグリルとなり、ボンネットは、ジェット機を模したオーナメントを、タッカー車からカイザーにやってきた工業デザイナーの、 アレックストレムリスがデザインしている。また、タイヤ、チューブ、スパークプラグ、バッテリーは、オールステートブランドの製品を組み込んでおり、これらには、シアーズのトリプルギャランティ保証も付けられていた。初期のヘンリー・ジェイは、コスト低減のために設けられていなかったが、オールステートでは、トランクリットが設けられている。オールステートの標準的なインテリアの材質は、 固く絞られた紙の房を互いに折り込みさらにプラスチックコーティングされたもので作られていた。これは通常の車のインテリアとは異なり耐久性に優れていただけでなく魅力的である上シートカバーいらずのものだった。なお1960年代にはシボレーも同様の内装をシボレービスケーニやシボレーベルエアに与えている。シアーズは 以前にも1908年から1912年まで自社ブランドで販売したことがあった。しかし、実際の販売価格よりも製作コストの方がかかった。ため生産は中止され、生産に使っていた器具や装置類は新たに創業したリンカーン社に売却してしまった。オールステート自動車はより古いカイザー社で製造される予定だったが、カイザーとシアーズと間での交渉に3年間、 かかっている。カイザー社のヘンリー・ j カイザーは、シアーズを自社とは、位置づけが異なる大衆市場に向けた販売チャンネル、として位置づけ、1950年に発売したに、ドアセダンのヘンリー・ j の売れ行きの悪さを打ち破ろうと、考えた。その発表は、シアーズのマーチャンダイジング副社長セオドア・ v ハウザーと、カイザーイコール・フレーザー副社長、 友人トレフェセントにより1951年11月20日になされた。当初、オールステートは、米国南部及び南西部にのみ販売され、以降は、製品の伸びに伴い、地域が拡大される予定だった。シアーズが、オールステートを直接販売したのは、アーカンソー州リトルロック、アラバマ州バーミングハム、アリゾナ州フェニックス、 ノースカロライナ州フェイエットビル、テキサス州ダラス、テキサス州ヒューストン、テキサス州ベータウン、テキサス州ボーモント、テキサス州ラボック、テキサス州ウエコ、テネシー州ノックスビル、テネシー州メンフィス、バージニア州ノーフォーク、バージニア州ポーツマス、バージニア州リッチモンド、フロリダ州オーランド、ミシシッピ州ジャクソンビル、ユタ州ソルトレイクシティであった。 シアーズのアウトレットでは少なくともサンプルを1台在庫しようとはしていたが多くの店では受注生産扱いで店からの発注後カイザーからシアーズストアに1台が納品されたオールステートのサービス業務は顧客の要求があれば自社のディーラーが行うようにカイザーは要求していたシアーズはこの車を米国市場最安値のフルサイズセダンとして宣伝したしかし シアーズはオールステート車購入者からの中古車引き取りを行わなかったため、さらには多くの購入予定者はサービス業務に疑問が残るデパートからの自動車購入をためらったために、オールステートでは販売が行われた2年の間に2363台が販売されたのみにとどまった。内訳は1952年2566台。 1953年に797台である。その後ほどなくして、カイザーもヘンリー・イ・ェイの販売をやめている。カイザーイコール・フレイザー社は1951年にフレイザーが社を去り、1952年にカイザー・モーターズ・コーポレーションとなった。1953年には、ウィリス王を買収し社名を、ウィリス・モーターズとして参加に収め、 工場をウイリスに統合しカイザー社もウイリスでの生産となった。これは一般にカイザーイコールウイリスとも呼ばれている。ありがとうございます。